でおなじみの近藤雄二氏、ソフトバンク中継で復帰。ホークスに寝返った模様。今日、明日のキャンプ中継は担当だけどシーズンも担当するかはわからない。去年は MLB もやってたけど移動多いな。いらん。いや、うるさいし嫌い。第一クール実況してた人からもう変わったのか。秘宝やん。ゴーンヌ、シルエット、合格倍。たまに聞く分にはええんやろけどなレギュラー実況で毎週のようにってはだるいな。普通に実況として脂っこくて苦手。たまにビジターで聞く分にはいいけどホームでやられるとしつこくなるな。ハムってゴンヌまで切ってたんだ。SB の中継であのノリについてける岩本みたいな解説おるんか？藤本ひげが解説者復帰したらいけるんちゃう？ハムの選手の名前覚えてないからいつも間違えるんだよなこいつ。これは？打球が伸びていく、It is。フェンスに当たりました。去年クビになってせいせいしてたのに。ハムファンはコテコテ関西弁とゴーンヌでどこ住んでんのかわからんかったやろな。ゴーンヌだけやなく全部英語にしろ。初めて聞いた時マジで寒気したけどもう無感情やわ。うるさいのとうちわで生きるのソフトバンクと同じやしお似合いやん。アイスクリームコーンキャッチ好き。ペイオフピッチとかワンツースリーとかあんまりすられないのなんなんやろな。去年もロッテ戦やってたけど。声質的にジジイかと思いきや意外と若くてイケメンなのくさ。また補強してる。